この番組は私が自分のお家からお届けするように様々なお話をしつつ、毎回何かが家に届いたり、お友達や先輩の誰かを呼んだりするアトホームな番組です。そして今日お家にやってきてくださったのはジュンさん。あれちょっと、もう大丈夫です、もう大丈夫です。ジュンさん、すごいよ。はい、ぬるっと始まったな。すごい、もう足が、よいしょ、足がすごい。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、福島純です。はい、純さんです。ようこそいらっしゃいました。すごいしんどい。ちょっと待ってよ、新年初ね、こんな、本当だよ、新年初だぜ。ねえ、俺さこれが仕事始めだよ。ほんとすいません。そうそうそう、僕これでね仕事始めなんです。2020年が始まるんですよ。足が、はい、足めっちゃ真っ赤じゃないですか。もうね、さっきね実家から帰ってきたばっかりなんですね。もう、若干あの正月気分が抜けきらない、ね、私もちょっと抜けきらないんですけど、うん、今日ね本当に男性のゲストは初めてということで。あ、本当初めてなの。初です。そっか、嬉しいね。よろしくお願いします。嬉しいね。はい、ということで、じゃあね、お土産。え、待って、え、いいんですか。そうそう、だから言ったやん、さっき俺実家から帰ってきたばっかりだからさ。そうよね。そうそう、お土産あげよう。え、嬉しい。イーヨーの味噌。じゃあ説明どう、読んでくれ。イーヨーの味噌汁、甘口、愛媛の味。そう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 、麦。そう、麦食ったことないんじゃないかなと思って。え、味噌汁はでも大好きです。本当。はい、うん。あ、しまった、イヤホンとりあえず始めたいと思います。いやいやいや、あの説明させて。はい、あのね、多分ね、お味噌、西の方っていうのは麦味噌使ってるんですよ。麦味噌、うん、味噌にいろんな種類があるってことですか。そうそうそう、ある。 でちょっと甘めのね、お味噌でね。うん、多分こっちにいる人はほとんどね食べる機会ないんじゃないかなと思って。はい、はい、嬉しい、ありがとうございます。簡単に作れるようにね。でもなんか私も結構、うん、赤味噌、白味噌、合わせ味噌ぐらい。もうイヤホンいいやこれ。飲んだことないです。あ、でしょ、うん、そう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 。また別のジャンルで麦味噌っていうのがあるんですよ。ぜひね、すごい、ぜひ、ありがとうございます。四国の愛媛の松山の味を味わって宣伝してください。宣伝します。美味しかったよ、宣伝させていただきます、うん、そうそう。え、めっちゃ嬉しいです。味噌汁本当、あの死ぬ時に何が最後に飲みたいかって言われたら私は味噌汁って答えるぐらい好きなので。そうかそうか。でも結構衝撃受けると思う、こっちの味噌汁と全然違うんで。すごい、ね、嬉しい、ありがとうございます。お帰りなさいです。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい、それでは始めていきたいと思います。始めるの。よしよし、はい、それではです、はい、始まります。の福島純ですよ。どうもみんな。あ、そうだそうだ、お父さんお母さん無事東京着きました。よかった、よかったです。あの連絡するの忘れてました。なるほど、これでね、このまま来たい。そうそう、確認していただければななんて思います。あ、また来年も帰るか、帰るけんね。あ、お、うん、そっか、うん、そうそうですよね。そうそうですよ。え、けんねって、県ねっていうね。結構言いますか。うん、そうそう。年末年始はご実家で。ほうよほうよ。ほう、あ、え、ほうよも。そうそうって言わない、ほうよ。すごーい、うん。初めてでもじゅんさんの方言聞いたかもです。まあ、あんま喋らないよねこっちだと、ね。そうですよね。うん、うわー、じゃあそんなじゅんさんなんですけれども。はい、はい、福島です。え、福島。はい、じゅんさんです。え、でもじゅんさん、さっき今日なんて呼べばいいんだろうね。いや、すずちゃん。あだ名みたいな。お、すずちゃん。すずさん。いや、すずさんはやめてください。うん、某先輩になっちゃうな。そうそうなんですよ。うん、じゃあおさゆさんで。おさゆさん、おお、うん、おさゆさんでいきましょうか。嬉しい、ありがとうございます。はい、じゅんさんにお会いしたのって、でも本当デビューする前の年だったので。そうですね。本当今3年目なので4年
前、はい、4年前伊集院さんに初めてお会いして、お会いしましたね。覚えてますか、最初どんな感じで覚えてるよ、伊集院さんのレッスンに入ったか。覚えてる覚えてる、だって途中から入ってきたじゃない。そうなんですよ、なんか養成所の、ね、レッスンまだ受けてて、うん、最初にいたクラスから移動して淳さんのクラスに入らせていただいて。そうそうそう、だって最初横浜の方、はい、あ、そうですね、とかにいたと思う。結構神奈川から東京の東京校みたいな感じで来て、ね、うん、そうなんです。そうそうそう、なんか淳さんのクラスだし意気込んでいかなきゃと思って、で途中からだったんで、意気込んでいくのよ。え、なんか早く覚えてもらいたくて、なんかでっかい画用紙に名前書いて首からぶら下げて、なんかそう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 、なんか先生みたいな、そうそうそう、すごい元気なダサい子が来たって。ダサい子やだ。だってさ、あの頃さ、はい、こんな可愛らしいセーターなんて着てなかったじゃない。え、もう私まだ覚えてます、なんかすっげえ、なんかすっごい、確かに元気そうな格好はしてました。してたかな。え、どんな、何何、なんか元気な感じの子。お芝居とかでもどうでしたか。あ、おさゆさんのイメージのことですか。あ、はい、そうです。あ、お芝居すごい、なんかすげえこれ喋りづらいよね。うん、ね、ちょっと私もちょっとでも聞いてみたいみたいな。もうあらゆるじゃない、もうこんなにもさ主役とかメインをさ務め上げた人を、いや、やめてください、過去のことを話すなんて。いや、話してください。本当ちっとも面白くなかったんですよ。そうなんです。本当にもう決まりきった、うん、もう誰もがするようなお芝居しかやらない子だったんでね。本当にそうです。CM とかで、寿とかで、ああ、もう CM とか見た時に、はい、おー、この子遊んでるなーって、誰だろうなって思って検索したら、はい、おさゆさんだと。俺びっくりした。え、そうだったんですか。記憶がありますよ。行くぞみたいな、変な歌、そう、変な歌ってちゃあれですけど、変なやつがいるなと思ったらおさゆさんです。よっしゃ、しめしめね、びっくりしました。人通りだ、ね、元気だけは良かったです ね、 あ、そうですね、今と変わらずね、はい、なんか当時あれじゃない、120% の、はい、サンシャイン池崎とかをネタにしてたよね。メディアとかでやったことないの。ないです。あ、ないんだ。ない。あ、ほんと。撮っといてもいいかもしれないね。あ、そうですね、いつかのためにね。確かに、なんかその当時、うん、サンシャイン池崎さんがすごいもうバーンって来てた時に、そうそうそう、その池崎さんのネタをちょっともじって自分なりに、そうそう、自己紹介とかに使ってたよね。やってましたね。懐かしい。いや、そんな感じ。 120% で池崎さんをやる女子に会ったのは初めてだったかもしれない。あ、ほんとですか。嬉しいな。なかなかね、なかなかいない。でも本当に淳さんのクラスに入ってなかったら、本当所属できてなかった。本当大きくなったね。大きくなりました。いや、嬉しい。どうしよう。確かにあの頃、僕もここまで来るのに十何年かかったとか、20年かかったみたい、うん。だからみんなには同じような苦労を味わってほしくない、うん、から、モテる知識を全部教えるねみたいなことを言ってましたよ。はい、確かに、はい、でもね、わずか3年で抜かれるとは思わない。いや、抜いてないです。でむしろもう頑張らなきゃみたいな。だから今はね、嫉妬の嵐ですよ。なんでですか。こうやって冠番組、冠ラジオとかに呼ばれてね、呼ばれてね、ゲストでね、ね、先輩って言ってるけれどね。いやいや、先輩ですね、本当に。でも淳さんいての今なんで、私抜きました、あなた抜きましたよみたいな、ね、顔してるじゃないですか。じゃあ、しくったかな。そうかー。ねえ、もう本当に悔しいです。やめてください、本当に頑張んなきゃ、頑張んなきゃ。ねえ、本当に。でもおめでとう。ありがとうございます。本当に本当に嬉しいです。いや、本当にね、素晴らしいことですよ。それこそお芝居のところで言うと、本当になんか型にはまった定番のね、うん、ある意味もテンプレみたいな演技しか結構できなかったので、今も全然まだまだなんですけど、ね、昔はそんな印象だったね。いや、でも口酸っぱくなんか言ってたね。だからこの殻を一個破らせていただいた講師の方だったなって思って、うん、って感じです。なんかそう、一年中そんな芝居は誰でもできるよみたいなことを言ってた気がする、うんうん、いや、本当偉そうに。いや、でもごめんね。なん、新社。偉そうに言ってた。新社。もう今おさゆさんの方が上ですから。やめてください。本当そのスタンスやめましょう。事務所にね、事務所でね、よく会いますけどね。はい、おさゆさんがおはようございますって入ってきたら、僕もな立ちますもん。いや、私じゃもう立ちますよ。もう見切れてるわ。はい、おはようございます。
おさえさんってさん付けやめましょう。ほんのにこれからもよろしくお願いしますって、おつむしろぐらいのテンションで開けましておめでとうございます開けましておめでとうございますね、そういうね、はい、じゃあちょっとメール読んでいきます。あ、メール読む、そっか、1通ぐらい読めたらなと思うんですけども、うん、中谷さんからいただきました。中谷、お久しぶり。お久しぶり。おさゆじゅんさん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。お二人が師弟関係だと聞いて、うん、そして鈴褒めが始まり、そんなそんな、ゲストをたくさん呼ぶことを知ってから、じゅんさんがゲストに来るのを心待ちにしてました。うん、本当に、はい、そして、どれぐらい待ってた？もうすごい待ってる。そしてお二人の初共演となったのは、じゅんさんが主演を務める劇場版、この素晴らしい世界に祝福をでしたね。初めて共演してみてどうでしたか？はい。いやー、本当に私。あのね、僕は喜ぶ。僕はいろんなとこで言ってるんだけど、あのね、喜ぶ余裕もないぐらい集中してた。いやー、でもそうですね。俺も初の主演映画だったんでね、うんうん、ちょっとそんなに周りを見れるぐらいの余裕がなくて、うんうん、しかももう体力的にもいっぱいいっぱい、もう見てて分かったと思うんだけど、どんどん声が枯れていったと思うんだけど、もう本当にアフレコ始まる前からですけど、うん、もう台本見てもうカズマのセリフの量のエグさとか、うん、もう3ページぐらいなんかずっと一人で喋ってるところとかありました。3ページかも、2ページぐらい、ね、うん、ありましたもんね。そうそうそう、だから、うん、本当にちゃんと喋れたのは2日の収録が終わって、はい、あれだよね、その後行った打ち上げでようやくちょっと喋ったぐらいですね。そうですね、打ち上げでお話ししてもらって、そう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 、この子忙しいからさ、いや映画の収録が終わった後にオーディション行ったんですよ。あれ、そうでしたっけ。そうだよ。あ、そうだ、オーディション行って、でお店はここだよと俺が教えたんです。そうです、そうです、ありがとうございます。そうそう、いやいや、あれはでもたまたまです。よく、よくあの駆けつけていただきまして、たまたま売れっ子だなと思って。いや、やめてください本当に。もうやだよ、全然、もうもっと頑張んなきゃ。映画の仕事の後にオーディション受けるって、いや、たまたまなんです。すごくない？たまたま偶然、うんうん、そこしかマネージャーさんのスケジュールが空いてなかったんです。私はいつでも空いてます。暇です。頑張んなきゃ。暇じゃないだろ。暇です。暇じゃない。本当に、もう待って、暇すぎて事務所のホームページ。だって昨日仕事始めだったでしょ。そうそう、俺だって今仕事始めた。いやだ、本当は今日が仕事始めだったんです。私も昨日仕事始めだったの。違う、先方さんの都合で。俺今日仕事始め、いや昨日になったんですよ、純さん。本当にだって暇すぎて事務所のホームページ一人一人数えてるぐらいですよ、ね、忙しいですよ。なんでやってくださいよ。それ面白い。それ面白い。面白いっすか。暇すぎて事務所の何ホームページの人数を一人で稼いでる。ああ面白いわそれ。でもうちも200人近くなったんだみたいな。ですよね。ですよ。もっといるよ。もっといますね、うん、今はちょっと。どうでした、どうでした映画は。いやでもちょうど、うん、このこのスバ、うん、のなんか役をいただいたっていう電話をいただく前ぐらいに、うん、ドドンコ、あ、そうなんですよ、うん、ドドンコ、通常攻撃や全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかっていう作品で、よく言えたねそれ。茅野さんとご一緒させていただいてて、はいはいはい、ちょうどその時にジュンさんに教わってたんですみたいな話を茅野さんとしてて、あ、そっちのが先だったんだ。そうなんですよ、実は結構あれアフレコが早くて、でなんか今度このスバ劇場がやるからなんかね、また出れたりとかしたらいいねみたいなお話をしてたらだったんで、うん、もう嬉しくて本当にその時日記に3回ぐらい書きました。このスバ出れる嬉しい丸みたいな。日記、日記つけてるんですね、はい、あ、意外ですね。時々です。そう、時々、はい、それは日記と言わない。思った時に思ったことを書くノートみたいなのがあって、なるほどなるほど、忘れないようにみたいな。そうですね、はい、でも俺もかやのちゃんから、うん、すごいいい新人がいるよっていうふうにずっと言ってもらってて、うん、本当ですか。本当ですよ。すごい、あ、愛ちゃんに気に入られてる、すごいなって思って、うん、たくさんお世話になって加山さんにも思ってます。そうなんですよ、だからでも教えてるとかそのね、習ってたとかっていうのを最初に言ったのって愛ちゃんじゃない。そうなんです。なんか愛ちゃんがいろんなとこで言ってくれてるよね。イベントとかで実はみたいな、アドリブがみたいな、うん、そうそう、なんかアドリブが似てるって言われてるじゃん。そうじゃない。そうなんですか。あ、でも言われました、アドリブに対する姿勢とか、はい、なんかそういうのが。ちょうどそのお母さん、お母好きの作品の演じてた子がワイズって言うんですけど、うん、その役が結構遊べる役だったので、うん、アドリブとか頑張って言ってて、それが多分ジュンさんの感じに似てたかもしれない。あ、そうなんですか。尊劇とかめっちゃ見てたんで。ああいうなんかちょっと印象に残るやつやりたいなと思って。なるほどね。あ、やってたの。や
でも狙撃みたいなのはちょっとできなかったんです。できなかったんかい。そうなんですよ。なんで出したんだ。なぜ狙撃出したんだ。いやあれすごい残ってた。ありがとうございます。そうなんですよ。このそばとかね出てて、うん、本当に嬉しかったです、いやいや僕も嬉しかったですよ。もっと掛け合いとかで出れる。そうだね。恐れ多いんですけど、ね、そうがっつり絡む役でね今後やりたいですね。はい。でも本当もおさえさんが主役やってるのに僕がね、いやじゃ逆じゃないですか、呼ばれるみたいなのでやりたいですね。頑張ります、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございました。ということでたくさんのお便りありがとうございました。お便りありがとうね、みんな。引き続き私への質問を聞いてほしいほど、番組の感想などなどどんなことでもいいのでお待ちしております。送って送って。宛先はそのままガン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  @jokr.net です。そうそうそう、そこに送って。ここです、ここに。出てないです。はい、送ってください。はい、ではここで一曲おかけしましょう。お、何をかけるんだい。私そんなこのそばのね、曲でございます、カズマ CV 福島純さんで小さな冒険者。やめろよ。